こんにちは、信太郎です。今日はグレーブヤードキーパーの死体の質について解説をしていきたいなと思います。まあ、僕もねまだちょっとクリアしてないのでね、完璧な説明というのはできないのですが、まあこういう風にね、死体がロバが死体を持ってくるわけですよ。このゲームは死体には質というものがありまして、この左側にあるドクロの部分ですね、白いドクロがまあプラス1、で赤いドクロがマイナス1なんですよ。だからこのまんま例えば墓場に、まあ序盤はね基本的に墓場に埋めると思うんですけど、まあ墓場に埋めた時に墓場の質が変わってくるわけですよ。まあこの死体だったらまあプラマイゼロということです。で体の部位、まあ、解剖するやつがあるんですけど、基本的に墓場に埋める場合やゾンビを作る場合っていうのは質がいい方がいいので、血液と脂肪のみを抜いてください。今、マイナス3のプラス3で、血液を抜きます。血液を抜いたら、まあ、プラス、白ドクロがプラス1増えましたね。で赤ドクロがマイナス1で、これ脂肪でも確か同じことが起きるんですよね。1と5になってるのかな。1と5ですね。マイナス1と5になってます。脂肪と血液だけを抜く。序盤は墓場に埋めるとき、まあ、特に何も考えずに、まあ、この2つを抜いて埋めるということをやった方がいいかなと僕は思います。で、あとはですね、この緑色 97% って書いてる部分なんですけど、これが死体の鎖戸、まあ、こんな感じでロバが持ってきて外にずっと置いてたら、これがどんどん下がっていくんですよ。どんどん腐っていくんですよね、死体が。で、この死体が腐ったら、多分ね、90になったら、これが90になったら、白ドクロが1個消えると思うんですよね。まあ、そんな感じで腐っていくので、あんまりちょっと腐りすぎて、まあ、白ドクロが少ないようなやつはもう燃やして、全部もう解剖して燃やしちゃった方がいいかなと僕は思います。で、一回ちょっと墓場に持って行ってみましょうか。まあ、最初はとりあえず血と脂肪だけを抜くっていうことを考えとけばいいかなと。で、まあ、できればね、高いポイントのものをどんどん埋めていけばいいんですけど、墓場って結構広いんでね、言うて、僕も全然まだ埋まってない、右半分しか埋まってないぐらいで、墓場かなり広いんで、まあ、特に最初とかはもうどんどん埋めていっていいと思うんで、まあ、なんか腐りすぎてないやつ以外は、どんどん埋めていってください。で、大事なこと。このドクロの数しか上がんないんですよね、ポイントが。例えばこれ白ドク、死体の質が白ドクロプラス5なんですけど、まあ、この墓標なり、石の、墓柵だったりでポイントを上げることができるんですけど、この場合は白ドクロが5しかないので、5ポイントまでしか上がんないんですよね。他なんかあったかな？いいや、ちょっと待ってくださいね。まあ、例えばこれだったら、赤はマイナスなんで、死体の質がプラス4なんですよ。だから実際、6まで、6個ドクロがあるんですけど、これは4までしかいかないと。ちょっと待ってくださいね。いいのがあるはずなんで。いいのがどっかにあるはずなんで。まあ、これだったら、あと1段階上げれるってことですね。いいやつありました。これ、白ドクロが5で、赤ドクロが1。で、まあ、合計ドクロが6なんですけど、で、今、石の十字架2と、石の菩薩2で、緑のこの草みたいなマークが7ポイントあるんですよね。で、まあ、赤ドクロ1個だから、本当だったら6になるはずなんですけど、まあ、こういう風に、ポイントは、質のポイントは5になってるわけです。ドクロがあと1個多ければ、もっと上げれたのにということですね。まあこれ、十字架なり、菩薩なり、もうちょっとランク低いのにして、まあちょうど合わせるぐらいが効率いいってことですね。まあ最初はね、あまり詳しい説明もなかったんで、まあ難しくてね、なんだポイントって、なんだ質だって感じなんですけど、まあとりあえずね、まとめとして、
死体を埋めるときは血と脂肪だけを抜く、抜いて埋める。で、脂肪じゃない、死体がだいぶ腐ってきてたりしたらもう思い切って燃やしちゃう、全部解剖して燃やしちゃう、まあ、これを繰り返していって、あとはもう、あとはどんどんなんかやってれば分かってくると思うんで、最初はそのようにやってみてください。では今回の動画ここで終わります。グレイブヤードキーパー、死体の質について墓場でのポイント解説の動画終わりたいと思います。またよかったら他の動画も見てください。ありがとうございました。信太郎でした。バイバイ。